東京ドームには大観衆が詰めかけています。セ・リーグ公式戦、読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズの21回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。エースを出している以上、この試合絶対に負けられませんね。まあそうですね、もちろんエースなのでね、監督は勝ちをもう頭に入れてるでしょうからね。そうですね、期待しましょう。まずはさて、ここはバッターは打ちました。これはどうだ、破りました、センター前、ジャイアンツピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか。できればゴロを打たせたいので、低めに打ちました。痛烈な打球、入った、ホームラン。これだけ粘られた上にホームランを打たれたらピッチャーたまったもんじゃないです。赤星さん、この展開ですから序盤のうちに少しでも点を返しておきたいところですよね。まあそうですね、早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですね。高め打ちました、レフトライナー掴んで、赤星さん、なんとかこの辺りで得点が欲しいですよね。まあそうですね、若干離されてますから、その分つけ入る隙も出てくると思うんですよ。チャンスは取りこぼさないようしっかり集中してほしいですね。はい、そのチャンスをまずは作りたいところ。際どかったですよね。はい、外のストレートわずかに外れてボール、打った、この辺りはどうか、伸びる、レフト線破りました、二塁へ送球、バッターランナーは二塁到達、先頭バッター。さあ、そしてバッターボックスには小林が入ります。さあ、得点圏にランナーを置いています。とにかく1点ずつ。初球時ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、1点返しました。ジャイアンツレフト前へのタイムリー、ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を、バッターボックスは8番小林、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。2球目打ちました、これはショートライナー、残念ながらジャイアンツ敗れてしまいます。
東京ドームには大観衆が詰めかけています。まずはジャイ、立ち合い、初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。打ちました。ピッチャーゴロです。アウト、ワンアウト。ゲームはこれから2回の裏に入ります。ジャイアンツの攻撃、バッターは6番岡島。今シーズンここまでホームランは5本。ジャイアンツリードで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してプレッシャーをかけていきたいですよね。まだ序盤ですからね。相手の打線を考えるとひっくり返される可能性がありますからね。そうですね。まあここ甘いボールが来たら打っていくべきだと思いますね。なるほど、よく見極めました。フォアボール。さあ、そして打席には岡島が入っています。さあ、追加点のチャンスです。まあこの辺りで中押しできるとより。ライトに持っていった、これは大きいぞ。フェンスダイレクト、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達。ジャイアンツ追加点、3対0、リードを3点に広げました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。追加点の入ったこの場面、バッターボックスは6番岡島。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、勝負強かったですよね。はい、まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。はい、この打席も期待しましょう。インサイド落ちました。ヒットになった。これでマルチヒット。バッターボックス岡島、今日はここまでマルチ安打を記録しています。当たってますね。ここも打って猛打賞といきたいですね。すさまじい集中力を見せています。直江、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。セカンド取った。アウト、ツーアウト。打席には変化球で空振りを取ります。試合終了。今日は見事な完封で白星を挙げました。東京ドームです。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ。まずはジャイアンツの先発メルセデス。西さん、中島、素晴らしい反応を見せた。アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。いいプレーが出ました。ファインプレーです。西
見事なダイビングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いやさあ一塁には先制、牽制の上手いピッチャーですから要注意ですよね。ああそうですね。次もスライダーでいいんじゃないですかね。なるほど。さあ何を選択してくるか。打ちました、ツーラス、センターに抜けました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ジャイアンツピンチになりました。ツーアウトランナー三塁。バッターボックスの青木、今シーズンの得点圏打率は2割1分5厘となっています。変化球が高めに抜けます。フルカウントです。インサイド落ちました。これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。バッターランナーは2塁まで進みました。ここで先制点を奪われてしまいました。まあ、バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている岡島。昨日のゲームはマルチアンダーを記録しています。いいところで打ってましたよね。インサイド落ちました。雄平が抑えて3アウトチェンジです。さあそして打席には岡島が入っています。さあなおもチャンスで満塁の局面。まあ繋いでいますから、ここでしっかり得点して差を詰めておきたいですね。なるほど、そうですね。チェンジアップには反応しません。ボールです。いやここで押し出しするようなことがあると、打ち上げました。ワンバウンドヒットになった。バックホームする。サードランナーがホームに帰ってきました。期待を裏切らないバッティングでした。点差を縮めます。いや、8番バッター岡島、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。小川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。さあどうだ、ライトが取りました。ツーアウト。バッターボックスは8番岡島、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ツーアウトになっています。2球目打ちました。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。今日もマルチヒット。残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。